マイケル・ダレン・ヤングはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。シャボット大学を経て1980年の MLB ドラフト一巡目でボルチモア・オリオールズに指名され契約。1982年9月14日にメジャーデビュー。以後、フィラデルフィア・フィリーズ、ミルウォーキー・ブルワーズ、クリーブランド・インディアンスと渡り歩く。1990年に 広島東洋カープに入団。メジャー通算72本塁打の実績から、ポスト山本浩二として期待されたが、2年契約にも、かかわらず、思うような成績を残せなかったため、1年限りで、退団。広島在籍時、同僚だったロッド・アレンとは、同じ黒人選手で風貌が似ていたため、間違われていた。6月24日に、アレンが、 大門和彦の内閣級に激怒して外野まで追い回した乱闘では無関係のヤングが途中参戦したことから敵味方ともにアレンとヤングが区別できなくなり間違ってヤングが取り押さえられていた当のヤングも同年の4月18日の中日戦で北野勝則からの支給に激怒し止めに入った中村武を突き飛ばし退場処分を受けている 広島入団当初の背番号は55であったが、春季キャンプ中に2平香ると背番号を交換した。ありがとうございます。